こんにちは、池田しおりです。今日は、巻いてても巻かなくてもどっちでも OK なお団子アレンジやっていきます。はい、お団子って結構バランス取るの難しいと思うんですけども、それが綺麗に取れておしゃれに見えるアレンジになりますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。前髪と生え際を隠すように髪の毛を出します。残りの髪の毛を後頭部より下でまとめます。ゴムでお団子になるように結びます。お団子の毛先をまとめて、だいたいこのあたりの毛先でゴムで結びます。この部分に空洞を開けます。お団子に通します。この毛先の部分を2つに分けてギュッと絞ります。毛先の部分を反対に持ってきて、ここの中に入れ込みます。お団子を左右に広げて、トップの部分も少しボリュームを出したら、完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ちょっといつもとは違うお団子のやり方ですし、巻いても巻かなくてもできるアレンジになっていますので、よかったら皆さんやってみてください。さよなら。